もい、アスクラビア東京の永田浩司です。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日は一人で Q&A。 おかしいなと思ったら有給を使ってでも歯医者に行った方がいいと思う理由ということでやっていきたいと思います。アスクラビア東京は歯に関する様々な疑問を歯科医師目線、経営者目線で発信していくという歯のバラエティチャンネルでございます。有益な情報をどんどん発信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは始めていきましょう。はい、今日は視聴者さんから質問いただきました。質問させてください。食いしばりにより亀裂が入っている歯があり、そこで激痛で10日間ほどボルタレント抗生物質を飲んでいたところ、セカンドオピニオンで別の歯医者へ行くと自費の根管治療を勧められ予約を取っています。ですが痛みが昨日引きました。痛みが引いた時は一旦経過観察した方が良いでしょうか。でも少しだけ歯がうずきますとのことでございます。これに答えていきたいと思います。結論から言うとですね、絶対に行った方がいいです。それこそね、有給取ってでも絶対に私だったら行った方がいいシチュエーションだと思います。じゃあその理由を今日は解説していきたいと思います。まず歯に亀裂が入ってて激痛が起きたってことなんですけど、皆さんご存知の通りですね、歯の神経っていうのは痛みを感じる知覚しかないんですよ。我々の知覚には触ったりするこう感覚だとか、こう圧力を感じる感覚だとか、まあいろいろあったりするんですけど、実はですね、歯の神経っていうのは痛みを感じる神経しか走ってない。ですのであらゆる知覚が痛みとなって感じてくるんですね。これでもね、普通だったらそんなの感じないじゃないですか。どういった時に痛みを感じるかっていうと、歯に穴が開いた時なんです。歯に穴が開く時ってどういうところかっていうと、歯自体に感染が起きてしまって、そこがこうボーンとね、こう蝕まれてしまった時、いわゆる虫歯の時なんですね。ですので虫歯になった時とかっていうのは、あらゆるものが痛みになってくるんですよ。例えばあったかいもの、冷たいもの、甘いもの、まあ、甘いなんて普通は嬉しいじゃないですか。冷たいもあったかいもだってね、食べ物の感覚だから感じたいじゃないですか。でもね、それ全てが痛みになるのが虫歯の怖いところなんですね。一方亀裂が入った場合、亀裂が入った場合っていうのは、もちろんね、別に感染が起きてるわけではじゃないんですよ。別に視聴者さんが悪いことやっててそこが穴になったわけではないんですが、虫歯と同じような状況が起きてるわけなんですね。だって中にある神経のところまでそこの亀裂が及んでしまったら、虫歯である時と同じような痛みが起きてしまうんです。それ辛いですよね。ちっちゃい亀裂だったら基本的に経過観察でいいと思います。特に、まあ、シミるとかってのあってもいいです。別にあってもいいです。それが治れば特に問題ないと思います。ただそこに関してはちょっと辛いようであれば、まあ、虫歯の治療をしてですね、亀裂が入ったところをパチュチュッとちょっと削ってあげて、詰めてあげて、でそれでそれ以上亀裂が進展しないようにしてあげるっていうのも一つ正しい治療だと思います。ただ今回視聴者様の場合はですね、もうお痛みが強いって言われてるんですよね。このお痛みが強い場合に関しては、もうこれはですね、不可逆的なものになってますので、神経まで亀裂が及んでる可能性が非常に高い。その場合はですね、取らなきゃいけないケースがほとんどだと思います。じゃあなんで歯医者さんに行った方がいいということですよね。だってもう痛みも止まってるし、いいじゃん先生、さっき痛み止まってるんだったらちょっと削って研磨すればいいんじゃないのなんて言ってたって言うかもしれないので、今あなたの口の中でその歯に何が起きてるか、ここを説明していきたいと思います。そもそも痛みが起きてたっていうことはですね、これ神経が生きてたわけですね。その生きてる神経のところまで亀裂が及んでたんですよ。でそれがちょっとしみるとか、ね、痛みもちょっとだけであれば、これはもちろん再生治療とかっていうのも今たくさんありますからね。でこういったもので神経を温存できた可能性は非常に高かった。ただ今回の場合はお痛みが非常に激痛で、しかも持続的だというような文面で私読み取ることができたので、この場合はもうすでに不可逆的な炎症が起きている可能性がある。この神経っていうのは神経だけじゃなくて中に血管が流れてますからね。この血管に血液に乗ってですね、この柔らかいところにですね、バイ菌がブワーッと中で広がってる可能性があるんですね。歯が痛いっていうことは、歯が生きてるから痛みがあったんですけども、すでに痛みがなくなったっていうことは、そうです、もう神経はすでに死んでしまってる可能性があるんですね。そして違和感が残ってる。確かにね、炎症が残ってて、まあ、そのちょっとね、こうシューッとこう落ち着いてる段階で違和感が残ってる可能性もあるんですけど、これ炎症、感染がですね、どんどん自分たちが気づかないうちに広がってる可能性があるっていうことなんですね。すなわち痛みがなくなってきた、激痛がなくなったっていうのは、神経が死んでしまったっていう可能性が非常に大きい。そしてこの神経が死んでしまったっていうことは、今までは神経
神経対バイ菌の戦いだったんです。でもこの死んでしまった神経っていうのはそのご自身の神経自体が感染源になってしまっている可能性が非常に高いんです。もっと進んでいきますよ。ここで終わりじゃないですよ。これもちろん中でどん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 大きくなってきます。皆さんご存知ですよね。骨を折った時はくっつけてあげてギブスをつけて2ヶ月3ヶ月すれば骨は元通りになりました。じゃあ歯はどうですか。割れてしまいました。くっつけて3ヶ月で元通りになりますか。絶対になりません。これはならないんですね。すなわち今何が起きてるかっていうと、炎症自体は収まったんですが、神経死んでしまいましたからね、痛みも感じないです。でも中でどん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 虫歯が大きくなってるんですね。怖くないですか。怖くないですか。そうなんです。なので感染が今どん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 今度は内側から大きくなってるような状況なんですよね。虫歯とかっていうのは外側から虫歯になってしまって中でバッて広がるイメージなんですけど、亀裂が入ってしまったことによって今度内側から感染がどんどん広がっているような状況。しかも痛みがないんです。痛ければ歯医者さんにいて治るっていうところなんですけど、今回の場合は痛みがなくさらに広がってる状況なんです。一刻も早く治した方がいい状況だと思います。これを放置するとどうなるか、ね、皆さん気になりますよね。基本的には抜歯になる可能性が非常に高くなります。今神経取りますよって言われてるんですけども、神経っていうかもう残骸ですよ。もう死骸のような状態になってますので、それを取り除くという状況になります。でこれを放置するとどうなるかっていうと、その死骸の神経のところから内側からもっと感染が広がってるんですよ。それを取り切るっていうのは根管治療の専門医でも至難の業になってくる可能性が非常に高いということです。それでも放置したらどうなるかっていうと、今回お痛みがあってもお肉とか骨までにはまだ炎症はいってないんです。でもこっから先に起こることっていうのは何かっていうと、歯を通じて歯の根っこの先から骨の中で炎症が大きくなって、で骨を突き破ってお肉が腫れてどうなるかっていうと、もう昔の漫画で見たようなこんな腫れになるっていうのが、実は神経がなくなってしまった人がずっと放置した結果でああいう風になるんですよ。すなわち抜歯になる可能性は高い、再治療はすごい難しい、そして痛みが出た時には腫れたりだとか、そしていざ麻酔をしようとする時に効きにくいね、もうほんとそんな最悪の可能性になる可能性が非常に高い。それが今のあなたの状況です。さあどうですか。これでもあなたは有給を取らずにね、お仕事続けますか。上司が怖いですか。虫歯の方がもっと怖いです。歯の1本の価値は104万円以上って言われてますね。一説によるとですよ。アスクラピア調べって書いておいてください。でもね、本当に大切なことなので、ぜひ歯医者さんにできるだけ早くなる早で治療をしていただくことをお勧めいたします。さあいかがだったでしょうか。私の歯痛みなくなったけど放置しといていいのっていう質問でしたけど、もう激痛であったらもう絶対ノーです。絶対ノー。もう一刻も早く言っていただければというふうに思います。で自費治療かどうかっていうことにね、今回言及していただいたんですけど、そこに関してはですね、私自費治療じゃなくてもきちんとやってくれる先生であれば問題ないかなっていうふうに考えております。そこら辺の見極め方とかっていうのがあればぜひコメント欄にね、コメントしていただければと思います。よろしくお願いいたします。これだけでも結構長い話になってしまいますので、これは3人でやろうかな。大腸先生、ドクターリン、よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。